遅くなってすいません。さあ今日もですね、600名の方にお越しいただいた時点でインスタライブスタートになります。最高よいしょ。さあ現在ですね、429名の方にお越しいただいております。よろしくお願いします。今ですね、実はね、仕事から帰ってきたばっかりですので、ちょっとまあスーツなんですけど、今日はヒデカツさん、はい。ちょっとね、今日お腹空いてますので、ご飯食べながらお送りしたいと思います。すいません、お着替えしていいですよ。いやいや、もう時間もったいないので、もうこのまま行きますので、ただちょっとあの、ご飯食べながら、すいません、ちょっと失礼したいと思います。ちょっといただきます。これですね、ジャガーさんが焼肉弁当用意してくれました。美味しいよ、ちょっと冷たいかな。美味しい美味しい。あとこれヒレカツですかね、これメンチですか、ジャガーさん。ヒレカツ、うん、美味しい美味しい。あ、JJ招待しないと。ダボスープを使って、あります。おい、JJ、お待たせ。あれ ?JJ、お待たせ。あれ電波悪いかな。いや、まさかの、本当に、ヒレカツだとは思いませんでした。あ、おっと、600名超えてました。すいません。さあ、はい。600名超えましたので、インスタライブスタートです。あ、間違えた、間違えた。JJ 君、今日挨拶ありますか？え、ありますか？大丈夫ですか？じゃあ行きますね。それでは今日もインスタライブスタートでーす。せーの、いいねー。埼玉新都心ジャガークリニック院長、鎌倉調子大学教授、木下博一です。あ、どうも。方向さりがダメだよ、大体。いや、なんだなんだなんだそれ。どういうことだよ、そんなことねえだろ別に。あ、そうなんすか。いやいやいや、もうメンヘラ代表ですから。あ、本当ですか。はい、ジャガーさん今、まあ、隣に、ね、いないからいいですけどね。あ、へへへ。さあ、もう今日ですね、731名の方にお越しいただいております。ありがとうございます。今日はですね、7時までジャガークリニックにおりまして、その後ですね、はい、医師会の、休日休館診療所というところに、まあ、9時半まで診療をして、ジャガーさんが迎えに来てくれて、車で大至急帰ってきました。で、ちょっと遅れてしまいまして申し訳ありませんでした。もうちょっとこれネクタ外さないとちょっと苦しいですね。いや、今日もまあ忙しくてですね、すいません、どうも。もうご飯食べる暇なかったので、今ちょっとご飯食べながら、なんか頭が回らなくなってちゃって、すいません。なんかね、ジャガーさん、この見えないね、これね、肉団子スープですかね。ちょっとこう見えますかね。あ、だだだ、こういうの作ってくれました。はい、なんすか、遅れて帰っちゃう。10分ぐらいですかね、10時。やっぱそうだ、なんか若干遅かったから始まったのか。うん、そうなんですよ、すいませんでした。今日やがったってなんだ。やりやがったみたいな。あの、JJ 君、今日はあれですね、ギター教室行ったんですね。行かれました。いや、行かれました、おかしい、国語がおかしいよ。マジやよね。うん、うん、うん、あ、そうなの。うん、まあ、そのインストラの導入っていうのはすごい必死に練習して、うん、やっぱそのあれよね、まあ弾け、まあうちもね、今はこう見れば弾けますけど、うん、やっぱね、タイミングっていうのはやっぱどうしてもちょっと若干むずいんで、うん、まあ、それぐらいですかね、やっぱあの一番なんだなっていうふうに感じるのは。うん、でも楽しいですか、ギター。いや、そうね、なんかいい、じゃあのやっぱアンプがあるとやっぱちょっと違うかなって。うん、あとね、アンプの知り方がよくわかんないから、個人練習で一番大変。先生、個人でやってくれないの。いや、個
個人だとちょっとね時間が、うん、学校の授業の時間が挟んじゃってる。ああなるほどね。それはさすがにちょっと。そうだね、それはね。その団体レッスンの時はそのアンプのいじり方教えてくんないの？いや多分聞けば教えてくれると思うけど、聞いてやるのが楽しいけど。うん、なるほど。あ、そういえば誰聞きました？はい、なんすか？おいちゃんが今あの一日一食生活してる。何真似してんのお父さんの？いやなんか単純にちょっとね、ほんまにマジでいい感じでもう一人も飽きたなってちょっと感じ。おいいね。うん。だから、6パックならぬ16パックをちょっと。いやなんだ16ってなんだ16もなるわけねえだろお前。人間じゃねえだろそれじゃあ。それぐらいまで行きたいなってぐらいだったらマジで。うん、サラダ、基本的にね、今日、食パンでサラダ、うん、で、新しい食パンは結構やばい。それやばいね。やっぱりちょっとね、おにぎりぐらい食べた方がいいと思うよ。それでいいんですか？いいんですよ、お父さんも食べてますよ。だから太ってる。いや、太ってねえし。さあ、ジャガさんもちろんいりますので、後でまあ出てくれると思いますので、あ、それじゃあですね、今日どうしようかな。じゃあお父さんの方から行きましょうかね、今日ね、いつも通り、コロナの話題から行きたいと思います。9月の最後の週ですね、9月24日から9月30日までの間、ジャガクリニックでは185名だったかな、 PCR 検査やっていただきまして、あれ何人だったかな、80人ぐらいですかね。陽性率は41% ぐらいでした。まあ減ってはきたと言ってもね、まだまだって感じですね。まあなんて言うんでしょうかね、特にねやっぱ10代と10歳以下のこの陽性率が高い、印象ですね。まあ小児科もやってますので、よくあのご家族でね検査受けに来ていただくんですけど、ご家族とも陽性っていう方かなり多いですね、まだね。まあ減ってってほしいんですけどね、なんか激減してる印象はあんまりないですね。それからインフルエンザワクチンは今日からジャガークリニックスタートになりました。一応ですね1日先着20名様ということで、やってるんですけど、ちなみに今日はですね14名ぐらいだったかな、来ていただいたの。値段は税込み3600円です。小児ももちろんやってます。小児ももちろんやってます。ですからまあ明日もですね、やってますので、お越しいただければ、打てますのでよろしくお願いします。さあ今日もですね、朝日のトリプルゼロを飲みながらお送りしたいと思います。いやでも本当にあれですね、コロナ収まってきたのかな本当に。まあ収まってきてるんでしょうけどね、なんでこんなにいるのかなっていう感じがしますね。ちょっと不思議です本当に。お腹空いてるんでちょっといただきます。さあ JJ 君なんすか JJ 君。はい、大体さ、ジェフ君から始めるからさ、うん、いやもういい加減やかましいやろ、ちょっと、うん、さあ、ジェフ君、そこでテストは帰ってきたんですか？うん、あ、帰ってきた、あ、帰ってきた。これからJJ君がテストの話になります。これね、大体よかったらお父さんにまず事前に連絡来るはずだから、そうでもないってことだな、これは。いや、そうですね。はい、一言でまずまとめていいですか？どうぞ。理想微増？はい、あのまあ結論から言うと、うん、おそらく、うん、全教科、うん、あの平均とか比べると、うん、一応上がりました。あ、上がった？あの、うん、全体的に第2ターンのやっぱ簡単で、うん、第2ターンうんうん、やっぱ平均で下がったの、大体。あ、第2ターンは、うん、何にも関わらず、うん、まあそこからまあ大体一緒のぐらいに計算するとちょっと増えたかなっていうぐらいですね。で、うんうん、まあ、びっくりしたのが、うん、なんかもうめちゃくちゃひどいようなもう点数の50点台とか40点台みたいなのは、うん、前回国語が、うん、まあ、現代ブルースで50点台だったんですよ。ああそうなんだ。で今回なんと、はい、60点台に昇格いたしました。よかった。でも平均点も上がったんじゃないの？そんなもんないよ。いやでも国語は基本的に変わんないよ。なんかほら国語捨てるとか言ったけど実は嘘だったな、うん、ちゃんとやってたんだな。まあ、して、いや、その他よりかは力は入れてなかった、手抜きしてた部分もあったやろ、うん、あの、でも中で、途中で、解いてる途中に最初に分かんなかった、第一問が、うんうん、だけど、ああ、
やっぱこれもう自分センスないなと思ったんだけど、うん、近くに今行ったら、あれ意外にいけるぞ、うんうん、でパンパと行ったらその波の乗りで行ったら60分で行きました。よかったね。でもまあまあ偶然かもわからないけどよかったですね。まあでも一応まあテストで授業中についてる内容が基本的に出るから、うんうん、まあ、そこでやっぱ思い返してみたいなのはちょっとそうだよね。授業集中が絶対一番いいね。絶対そう。で社会科の評価は、うん、平均して75%。まあそれがいいのか悪いのかどう言えばいいのか分かんないんですけど、まあ8割超えたのは9割で満点なかったんですけど、はい、8割超えたのは一応2教科ありました。うん、それが公共って新我々新人科であって、まあ、おそらく何人ぐらい伝えるかのが、まあ、現代社会かな、うんうん、一つは、うん、で2つ目が英語じゃないの？いや違う、英語もそうでもなかった。え、数学もそうでもなかったの？あ、マジそうだ。え、数 A だ、数 A が85だ。うんうん、いいね。まあ、でも他の人もまあそこそこ高かったから、まあそのもんだったなと思ったんですけど。まあでも、まあ一応勉強したから。まあだから一応まあ、悔、う、い、ん、があったかって、そうではないから。一応まあ、出し消えたけど、うん、まあ思うなかったっていうのはあるかもしれない。まだ順位は出ないの？まだですね、寿司を書いていないっていう。だから前回が55だったから、うん、まあ、プラス5ぐらい上がったことだとは思うんですよね。どうだろうね、まあみんな勉強してるからな。まあ、あと追加で言えば保険教科も入ったから、100点満点中だと10教科あったから。あ、そうなの？うん、そう、だから多分計算したら600ちょっとだったかな。600ちょっと、じゃあ6割ってことじゃない？6割ってことじゃないかよ。まあ、全体で言うとね、うん、まあそんなもんですかね。なるほど。まあ、なんでまあめっちゃ良かったかっていう機会でもあるんですよ。まあまあまた通知をちょっと楽しみですね。まあ、でも聞いて、はいはい、今までの考えてみると、うん、皆さんは何で覚えてますか？俺ちゃんの関数、はい、成績の関数、成績の関数Y=X3 乗ですよ。おっと来たか、指数関数か。そうですよ。うん、こういうふうに上がってたんですよ。うんうん、だから最初は微増で、途中の高2ぐらいから上がってくる。この後爆上がりね。でもちょっと正直はそうなんだけど、うん、まあ、みんなが苦手だとするような部分を、はい、バリバリやれちゃうかなっていうふうにちょっと正直期待してます、自分の中で。まあ、例えば、うん、まあ、数学教科あったらおそらく皆さん高校行ってる人はまあ苦労してだろう。うん、微積、あ、微積ね、難しいからね。そういうのもいち早く、うん、だからそもそもね、教科書でもそもそも自分好きなんだよ。その微積とか、そういうなら難しいような数学とか。あ、そうなんですか。なるほど。はい、まあ、でも一応勉強してたんってことじゃないっちゅうな。いや、したよ、ちゃんと。うんうんうん、まあ、でもまあ思うようにいかなかったから、まあっていうのはあった。うん、やっぱり普段だな、普段の復習だな。へ、テスト前だけじゃなくてな。うん、そうね。うん、まあこんな気がするな。はい。あとなんか聞いたんですけど、来週かな、元力士の歌の上手な大地さんが佐久長聖高校でコンサートするそうですよ。大地じゃない？そう、大地、大地さん。ああ、知ってるもん。いや、佐久長聖の高校じゃなくて、うん、鑑賞会、音楽鑑賞会みたいな、うんうん、来週の水曜あたり、なんか大使だけじゃなくて、うん、あ、なんかオーケストラの人来るって言ってたね。あと、そう、そんな感じで、まあ、全然期待はしてないんだよ。こら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 、なんてこと言うな。ちゃんと大使さんに挨拶しなさいよ、お前。いや、知らねえし。いや、これね、知らねえしじゃねえんだよ、まあ、お父さんは知ってるから、お前ミヤネ屋で一緒だから。あ、そんなそんなやつじゃねえよ、バカお前。何言ってんだ、お前は。うん、あ、そういえば、うん、俺ちゃんがね、うん、まあ、おそらく、はい、作曲調整コンコン、うん、史上初の、うん、革命家になる。うん、なんか、いつもでかく出るね、お前。いや、違うんですね、マジでレボリューションを起こしたのが、うん、いや、ちょ、言っていいですか？大丈夫か？言っても大丈夫な内容か？いや、もう受理されたんですよ。うん、あることがね。はいはい。で、だってネタあるんだったらもうこれカットしますね。大丈夫、どうですか？大丈夫ですよ。はい。うちのね、寮に、うん、の
まあ、一般生徒が使う電子レンジだったりとか、うんうん、冷蔵庫もなかった。え、なかったの？そうそう、だからちょっと不便だから自分のもとで、いちいちそのクーラーボックスみたいなところでアイスを取って、うんうん、まあ、カップについてなんか冷やして飲むみたいな、すっごい骨的なことばっかりですよ。うん、だから、いい感じしてるのがイラッときたんで、うん、まあ、その自分がその、なんていうの、副館長とか割と仲良くさせてもらってるんですけど、うん、そういうアドバイスをもらって、 そして得意のお前は得意な、俺ちゃんは、うん、交渉っていうか、俺ちゃん自分の中で得意だった。あ、交渉にまさか校長先生とか行ったの？なんと、うん、おそらく、ね、木曜か水曜あたりに、うん、校長先生に、うん、アポ取って、うん、もう時間いいですかって言ったら、まあ、俺昼休みに行ったので。本当にまた出たな、行動力行って、それで、うん、うん、冷蔵庫と練習場を設置してほしいって話したら、うん、なるほど、じゃあ、うん、そういうあの、まあ、今の中ではこの口約束だけは何ともならないから、うん、まあ、そういう要望書の会議で、自分はパワッとこのブラッシュアップして、うん、パッキャリングですね、はいはい、まあ、まあ、ワードで打ち込んで、まあ、プリントしたわけですよ、うんうん、そして、まあ、副館長先生に見せて、うん、まあ、その校長先生に渡してくれっていうふうに校長先生に言われたので、おうおう、私その渡したらなんと、はい、今日、はい、見事に受理されました。いや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 、すごい、お前の行動力すごいね。いや、そうね。でもさ、それはみんなのためになるじゃない。いや、そう、おじちゃんだから言ったら、いや、実は個人じゃなくて、うんうんうん、取ってないんだよ。だから、うん、その、まあ、自分はその生徒会の代表をして、うん、もう全員が全会一致でも必要だと言ってますそれ結構作ってんじゃないのか、お前作ってるんだけど、それが言わない、うん、でもさ、まあみんなもそう思ってると思うけどな。いや、絶対必要だと思ってると思いますね。うん、冷蔵庫必要だと思いますよ。でね、まあそれもまあすごい革命家の人だなって自分で思ったんですけど、うん、なんとですね、はい、これちょっと言っていいのか、あれ、まだあんのこれ、まあ先生ではないんですけど、はい、おうおう、生徒会長、生徒副会長の、うん、まあ、その決める、まあ、生徒会選挙っていうのがありました、ね、はい、でそれで、まあ、新しい生徒会長になった、まあ、その、うん、まあ、相馬先輩もいるんですけど、うん、まあ、相馬先輩ではなったんですよ、生徒会長、はいはい、そしたらですね、別に何もやってなかった、知らなかった、そもそもその新しい、おうおう、決まった新しい、うん、生徒会長、何も名刺なくて知らなかったんだけど、うん、まあ、なんかわかんないけど、俺ちゃんの連絡先をなんか LINE をゲットされて、おうおう、連絡じゃん、なんか何個か質問したことあって、あ、会長から、そうそうそう、お前に、まあ、会長からそうなんですよ。何の話かなと思ったら、うん、なんか風の噂で、なんか来年なのかな、生徒会参議になりたいって噂聞いたところで、なんと次期生徒会長に自分が来年生徒会長に移るという話がなんと耳に入ってたんですよそれはいいことか悪いことかわからないよ、ちょっとお前そこで、うん、うん、なんと、はい、なんと次期会長にもしよければ今年から生徒会に関わられるのかなというふうに言われたんですよ。おまさかの、自分から立候補して入るはずのものを、はい、まさかのドラフトされるという。お前いいじゃない、ちゃんと生徒会に入って生徒のためになること しなさいよ。そうなんですね、うん、そして連絡中なんて何て言ったかっていうと、うん、もう生徒会の役員だから、その会長が自分の役員につけてるから、おうおう、まさかの推薦リストに自分の名前ってありえない。推薦やわ。会長素晴らしいじゃない。名前を教えてくれって、なんか JJ しか知らんわけ、名前そうだから教えてくれって分かってみたいな、うんうん、だつまりおうちゃんもほとんど生徒会の役員。いや、まだ分かんないけど、でも、いや、ほんとお前ね、学校と、もう学校のために頑張るんだよ。自分の母校のために頑張るんだよ。それがもう、ほんとにいいと思うよ。
誰のためってね、自分のためだよ、それは。学校のために頑張ることは実は自分のためなんだよ。まあ、現時点で、うん、会長よりもうちの方が功績残してる。これ、そんなこと言ったらダメだろ、お前。会長あってのお前なんだよ、バカ誰。いや、そうやけど、やっぱ、うん、ナポレオンには勝てないでしょ。いや、意味わかんないですよ。じゃあお母さんも今日隣で聞いてるから、ちょっとその話でもちょっと嬉しいね。生徒会にさ、積極的に関わるっていうのは嬉しいね。だからそのまあ、成績もまあ、まあ、自分は頑張りますけど、うん、やっぱ生徒会の中での、まあ、その仕事といいますか。いやいや、もう世間の人にはね、サッカー部辞めたっていうのはもう散々言われてますけど、生徒会頑張りますよ、皆さん応援してください。一つでも、はい、ちょっと言わせてもいいですか。どうぞ。本当の話をすると、うん、別にサッカー部辞めてないし。ああ、そうなの？まだ辞めてないの？まだ辞めてはないから、ダビーがなんか嘘つかれたの。え？俺のせい？遅い。な、辞めるって聞いてたよ、お父さん。いや、辞めようかなと思ったよ、さ。うん。まあ、まだ通に消えてもいいのかなと。まあ、そうですか。いやいや、いいんですよ。全然、無理に辞める必要ないよ。まあ、キープ。うん、キープじゃない、自分の興味でやりなさいよ、お前は。いや、本当に、まあ、それはいいんですよ、全然。いや、しかも驚いたな。え、まだあんの？まだあんの？うん。まだあんですか？やっぱり、まあ、今までの規模感って上回りないんですけど。はいはい。自分のね、ちょっとファンの話していいですか？うん。また自分があたりちょっと申し訳ないです。自分のファン？ちょっと待ってよ。木下先生、アルパカに似てるってコメント聞いたけど、わからないっていうの、アルパカが。はい、どうぞ、JJ 君。あのですね、自分、インターンシップ、皆さんの機会に。インターンシップ、どっか行ったわけですね、職業の。行きました、行きました。ええ。まあ、ある場所の方で、はいはい。まあ、一人で行ったんですけど、まあ、人気なかったかわかんないです。一人だったの？うん。自分は一人だったんですよ。うん。まあ、そこで、まあ、いろんな体験をして、うん、まあ、その、横にいる職員のね、うんうん、まあ、その女性職員がいたんですよ。うんうん。エキスポは40から50ぐらいだったかな、多分。うん、うん。の、まあ、方だったの、まあ、女性職員で。うん、まあ、その女性職員の娘さんが、うん、なんと、ちゃんと、え、先輩。はい。うん。で、まあ、その、まあ、なんだろうな、その、車の中でいろんなとこ回るんですけど、うん。まあ、その女性職員の方もついてくれて、うん。車の中で、ほとんど、まあ、JJ 君、なんか、その、事情みたいなのずっと聞いてくるみたいな。なんか、普段何してんのとか、その、東京帰って何するのとか、ああ、いい。なんか、ありがちだっす。でも、よかったじゃん、興味持ってくれて。うん。それで、その、まあ、実は、まあ、自分の娘が、うん、女性帰ってんだよって話す。あ、そうなんですか。うんうん、で、まあ、この間ね、文化祭で、まあ、その人生観見かけたんだけど、うん、まあ、その娘が写真撮りたかったのちょっと撮れなかった。あら。だから、記者が、うん、あの体育祭で写真撮らせてくれっていうふうに言われたら、あ、全然いいですよ。うんうん、もう嬉しい限りですっていうふうに話して、まあ、で、それでまあ一旦、あの、じゃあまた、ちょっとよろしくお願いしますってなって、うん、終わったんですよ。うんうん、そして、まあ、おそらくそこから、ちょうど1ヶ月くらいかな、1ヶ月くらい経って、うんうん、同棲の前に、ね、その駐車場で、まあ、小石のね、なんかその、まあ、なんだろうな、まあ、雑に、まあ、そうです、小石が引かれた駐車場みたいなのあるんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、おじちゃんが、まあ、なんていうか、まあ、まあ、黄昏したというか、まあ、こうしてたんですけど、まあ、座りながら、うん、そしたらですね、はい、あの、まあ、その、まあ、まあ、インターン先のね、その女性職員のね、うん、親子になると、たまたまあったんですよ。まあ、車っていうところはね、まあ、その国に帰っていうか、まあ、そういうのか分かんないですけど、うん、まあ、ちょっと、たまたま出会いまして、うん、そしたら、あ、ジェジェ行くみたいな。まあ、お母さんが言われまして、うんうん、ジェジェ行って、私の娘です、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 じゃあ、噛みながら、超興奮してやる。あの、みたいな。うん、で、あの、まあ、まず、後ろにちょっと、ぜひ、あの、この機会なんで写真撮ってみますけど、写真撮ったんですよ。あ、そうなの？やるやん。そしたら、うん、だからそれでね、あの、まあ、うちのね、娘が、まあ、ジェジ君のことなんで、えでも、どじも抜かれたんだけど、うん、そんなことある。嬉しいじゃん、お前。高校3年生だから、ちょうど精一杯だし、うん、全然マジ、あの、バンバンやっていこうかな。ほらほらほら。まあね、先輩と遊んでもらったらいいじゃないですか。で、そうです。だから、うん、しかも、ま、マスクの上だったら、ま、普通よりか可愛かったです。いやいや、そういうとこばっかりじゃなくて、まあ、先輩たちと遊んだらいいですよ。まあ、そのいろんなこと勉強になるから。でだけど、まあ、やっぱ高校さん勉強あります、授業ですから。
そうだね。だからまあそこはちょっと難しいとこなり。うん。まあそうは言っても、一緒にこうカラオケ行ったら一緒にいいじゃないですか。カラオケ行くのに、じゃあ、あのヒレカツパパって何ですかね。ヒレカツを食べてただけですよ、今。いやいや、いろんなことあったね、おちえじい君、この、最近話さなかったけど。ねえ、いろんなことあったじゃないの。これインスタで言おうと思って隠したろ。これなんか最近お父さんがなんか連絡しても無視するようなことあったじゃないですか。いやいや、ちょっと単純に忘れっぽいだね。あ、そうなの。まあ一応そういうふうに納得しようかな。いや、返そうと思ったんだけど、それで日が時間経ったら、あ、まあ、そういうのあったわ。めっちゃ軽視されてんな。そもそも実績確認しすぎだって、そもそも。わかりました。じゃあこの後じゃあお母さんに入ってもらってお父さんコメント読もうかな。じゃあ抜けていいですか。いや、ダメだろ、はい、どう考えてもダメだろ。ジャガーさんお願いします。ジャガーさんお願いします。よいしょ。皆さんこんばんは、ジャガヤブタです。なんか映ってない。え、まあ、JJ か。 JJ ですよ。もう JJ か。さあ喋ったからもういいだろうよ、まあ、いやすごいね、 JJ 話題豊富だね、本当に。話題豊富だけど、どこまで興味あるかわからないよ。だってあんたのインスタなんだから。鼻かむなよ、お前は。いいじゃないのか、鼻垂らしてるのが悪いよ。垂らしてるとか顔出してないんだからさ、そっと噛めばいいじゃん。はい、わかりました。ヒロカツアルパカ。何なんだこれ。アルパカだよ。アルパカですよ。アルパカじゃないですよ。ヒロパカって書いてある。やかましいってのヒロパカ。やかましいってのね。皆さんこんばんは。本当にね、もうコメントどんどん来てますね。手前味噌のことばかり言って本当にすいません。でもまあ JJ が学校で頑張ってるってことね、いいじゃないですか。いいことだと思いますが。嬉しいですよ。でもそんな話ばっかりしてたらつまらないじゃん。いやいやいや、私はそう思うよ。テストのなんかどういうことって言ったって、みんな現役からだいぶ降りてだいぶ経ってるんだから何言ってるか分かんないから。いやもうね、ジャガーさん出ただけでも925名ですよ。どういうことこれ。ねえ、ジャガーさんってのがすごいね。木下のインスタなので、うん、まあちょっと遠慮しようかなと思ったりとかもする時が多くて。でも待っていただいてるので、ね、出して いただいてますけれどもね。ヒレカツ、ヒロカツ、ヒロバカ。なんなんだこれ。面白いのが意外に。ヒロバカ。誰も言ってねえし。あ、そっか。そうだ、次からヒロバカってな。はい、うちのメダカのヒロカツも今餌を食べてるの。やかましいな、お前。あのうち亀のヒロカツも。いや違うから。餌あげました。亀ヒロカツだから。亀がね、どんどん大きくなってね。やかましいって育つんだよね。下手すった私より長生きしちゃうかもしれない。メダカもヒロカツつけないでください。お願いします。かわいいじゃん。やかましいわ。カタカナでヒロカツってかわいいね。さあ、ちょっと前まで JJ 君元気なかったから、リア中でよかったです。リア中って何？わかりません。ねえ、JJ わかる？リア中。リアル中について。ああ、そういうことか。どうしようね。私とヒロカツ、もう昭和だから。ほんまに全然わかんないよ、これ。何それ。待って。何？ちょっとあの目を覚ますようなこと言っていいですか。どうぞ。いやこれライブだからちょっとテンション上げてるんですよ。ああ、ほんと暗いんですか。ねえ、いいからもう下がって。下がっていいよ。ほら、未来のなんだっけ、政党会の役員狙ってるんでしょ。いや、あんまりね、そう言ったら大体ダメになるから。そうで、役員ってなんかいっぱいあるんでしょ。だってまあまあさあ、初期でいいじゃん、初期。ジャガーさん、猪木さんとの思い出は何ですかって。そうですね、本当に、ですね、まあ私はですね、アンドネ猪木さんは一方的には知ってますが、やはり女子とかは多分あんまりご存じないと思ってはいるんですね。もちろん私の大先輩なので、私の方から勝手に尊敬させていただいてましたが。